なんですけど、悩んでますかね。いや消えましたね。スマブラですかね。よく妥協点として使われがちスマブラ。今スマブラ残ってました。スマブラかな、間違いないですけど、緑色が残ったように見えましたけど。何ですか、全然見てなかったみたいですね。さあ、はい、結構ポケモン的には熱いバトルですね。主人公が2体の戦いですか。下記憶1枚。今回ね、同じ建物の中でポケモンの大会も開かれてます。はいはいはい、ライトさんが主催してらっしゃるイベントですね。ダックハント使いのライトさんが主催してるし、クリちゃんもすごいというね。え、先ほど遊びに来ましたよ。あ、そうですか。どうでした。人集まってました。相当集まってました。おー、決勝トーナメントからは配信も行われまして。なるほどなるほど。じゃあ客の取り合いになったわけですね。むしろ全部見てください。あはは、まあ、今とかで、ね、両国うまいですね。空中鳥、空中鳥、両国両道、これ結構効きますね、絶対。空中前立ち回り的にはだいぶリザード辛そうですけど、しかし技通してますね、通すの。空中前、今のうまいですね。何よりね、あーっと、これはジャンプに当たってしまった形ですかね。シャドーボール最大ダメージ撃墜。ずるいですよ、遊びどもは本当に。そうですね、硬直も少ないし。あー、うまいうまいですね、反転ジャンプからの空中シロー撃墜。ちゃんと当てるべきところで反転ジャンプしてるのがうまいですね。そうですね、空中前じゃ絶対撃墜しないですからね。来ない。空中のバリ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 という音が鳴り響いてますね。ボディスカブ。さあ空中まで、さあ撃墜、総撃墜によってほぼ今に戻したものもすでに 100% 以上のリード。さあこの空中ゾーンから空中ゾーン、やはり起点をつけた空中ゾーン。リザの空中ゾーン優秀ですね。優秀ですね。ロボットと結構似てますよね。そうですね。面白いから空中ショーだって言うけど、これ当たったら撃墜。あ、やった、クエリーと戦った。頭を抱えるマッチャー一歩目トシ、これは少しラッキーですね。トシそうですね、ちょっともったいなかったですね。ジャンプ B ってしたつもりがジャンプがなかったみたいなんですかね。そんな感じか、もしくはジャンプを押せてなかったか、ね、ジャンプ消えてたようにも見えなかったんですけどね。そうですね。これはまあ少し距離が遠いので、わかりやすいようにステージのやつ使ってますかね。バーンステム B、 村町、村町。じゃあ横方向に狭いことがまずいっていうふうに感じましたね。まあ上方向に狭いことはないですね、ミスは。はい、まあリザードはただ上方向への撃墜は結構ありますからね。そうなんですよね。だからしっかり出す側として下へ向中へ、上様のパーセントがだいぶ変わるような気がします。そうですね、お互いに。さあ足攻撃かかっていく。リザウズって足攻撃は貴重な横軸の差し込みですよね。はい、空中ダル決して優秀ではないんですね。そうですね、まあ、横軸の差し込みは全て伸びが怪しくてアマチュアライトとして、ダッシュ A っていう技単体で見れば優秀ではないんですけど、リザウズ足が速いおかげでね。そうですね。ああ撃墜している。少し事故ってた感じありますが、やり過ごしたように見えたんですけど、ダッシュ攻撃、ダッシュ攻撃の取り方じゃないが、危ない空中ダル。ああ、これですね。リザードの上方向のウエスマッシュ以外の撃墜の中では一番目立っている技でしょう。空を飛ぶ。そうね、飛んではいないですけどね。ただダウン目になっている。あ、危ない。もう一度ダッシュ全開。お、さあ着地が2列は苦しむ形になってきた。そうですね、なかなか下ろしませんね。ここでちょっとターンが変わりましたよ。そうですね、これダメージ追いついていく。ダッシュ攻撃、アップ、上に打って、これで撃墜している。当たれば強いとはこのことですね。いやしっかり反撃でしたよね今。素晴らしい下強ジャストシールドからのあれだけ頑張って狙ってましたみたいなぐらいの反応でしたよね。ガードが出たらもうすぐ襲うみたいな。
素晴らしいですね、はい、2回上 B でしっかりその状況その状況で撃墜できる技を。